どこでもドア。はい、始めますか。始めますか。今日は何ですか。ね、あ、予告 しましたね。予告しました。はい。もう大体わかるでしょ。わかるね。ね、ね、今日もほら、はい、メーカーにね、あれこれ言うシリーズ。はい、うん、第何代目かわかんないけど、はい、今日はサッシ。はい。窓ね。うん、窓について。俺、ね、結構好評ですわ。面白いです。あ、本当ですか。やってても面白いですわ。はい。いやー、皆様のね、うん、ためになればね、僕それだけでいいんですよ。うんうんうん、それだけ。うん。うん、で、ね、はい、まず、サッシ。サッシ。ま、三協立山さんと、はい、YKKAP。はいはいはい。出た？リクシルね。おう。おう。おうですよ。おうね。じゃあ、ちょっとまずね、地味なとこからいきますか。はいはいはい。三協アルミとかね、アルコール。ちょっと待って、地味なとこって瞬間にもう結論分かっちゃうでしょ、もうそしたら。いやいやいや、ダメだよ、それ。だってほら、だってリクシルったらまず王じゃないですか。 CM 見たことあるでしょ。でね、YKKAP ってね、これ CM やってるでしょ。でしょ、三協アルミってこれ、うんうん、あります、ピンときます、うん、だって ないでしょ。だから地味じゃないですか。地味、間違ってない。じゃあ三協さんから。三協さんから。はい、あ、ちょっとごめんなさい。はい、その前に、まず、あれですわ。サッシの歴史はね、ちょっといろいろ探したんですけど、うん、よく分かんなかったんで、うん、今回歴史じゃないです。種類ね。言ってきますよ、はい。北海道民にとっての窓というか、もう樹脂サッシなわけですよ。うん、樹脂ね、わかります？樹脂ね、わかります？はいはい、ここのこのね、これがね、ちょっと待ってください。これね、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 もう樹脂なわけですよ。はい、ね、それが当たり前なわけですよ。はいはいはい、ただ、まあ思い返してください。うん、学校とかね、はい、そういうところのサッシっていうか窓ってさあ出てくるかな？高層の建物とかそういったとこって、うん、アルミなわけです。樹脂じゃないね、確かに、ね、樹脂じゃないです、アルミなわけですよ。そうだよね、そうだね。やっぱり樹脂ってこう溶けちゃったりするんで、うんうんうん、そういったね、防火とかそういったものが重視するところの建物では基本的にはこうアルミのサッシになるわけですね。で、北海道寒いんで、うん、内側にこうね、二重窓にしたりとかしてこう、まあ、換気を防ぐわけですけれども、まず樹脂のサッシとアルミのサッシとこの中間あります、うん、外側アルミの中樹脂っていうのもあります、うん、で、断熱性能というか、まあその性能でいくと、うん、アルミ、うん、アルミプラス樹脂、うん、樹脂の順番に、うん、断熱性能が高まっていくと、うんうんうん、いうことですよ、うんうん、あとほらね、極寒の十勝に住む皆さん、うん、想像してみてくださいよ、うん、冬場キンキンに冷えた外に放置してある鉄のボッコ、うん、ね、鉄のボッコ ね、こう握るでしょ、うん、どうなります、はいはい、ね、これ本州の人でも分かんないかもしれないけどね、分かんないよね、まずね、手にボッコがね、こうもう縛りついてしまうからね、本当ね、これ開けないっていうね、うん、で開こうもんならベロベロになりますからね、うん、本当にベロベロになりますから、これ冗談、嘘じゃないですから ね、本当に。だって冷凍庫のあれ温度ってマイナス10度何がしでしょ、もう普通だよね。そうだよね、晴れた日のね、下手したら外気温ぐらいですよ。本当だよね、今日まあまだねっていうのね、ちなみにあったかいね今日は、みたいなね、プラスなんつったら真冬にプラスなんつったら、今日夏下手したら半袖で僕ら作業することになる。いや本当ですよ、これは、リアルにリアルにね、はいはいはい、やっぱりこのね、ね、やっぱり陸別要するこの十勝地方っていうのは、ね、日本の中でもやっぱり極寒の一つですから、舐めるなと、大陸の気候舐めるなと、セイントセイヤの、はい、
氷河っているじゃないですか。キグナス。キグナスの氷河ね。あの人の必殺技知ってます？ダイヤモンドダストね。こういうやつ。ダイヤモンド、あ、こうかな。こっち、オーロラエクスプレス。そう、ダイヤモンドダスト。出るわけじゃないですか。出るじゃないですか。車田大先生。あれ、普通にこうやって、キラキラキラーって見えますからね。はいはいはい、ああ、ダイヤモンドダスト。言っときます、うん、僕らにダイヤモンドダスト聞きません。聞きません、うん、こんなもんかと。お前の陶器はこんなもんかと。こうですね。ダイヤモンドダスト、こうですね。本社の人あたりは、ほほー、寒いってなるから。もうトカチの人間、ダイヤモンドダスト。ああ、そういうことね。終わりです。まあ、さておいて、さておいてね、サシンは、うん、その3種類があるというふうに覚えておいてください。はい、で、基本的に、まあ、北海道なんで、アルミとかね、そんな話しません。樹脂の話しかしません。はい、はい、うん、はい、先ほど紹介。樹脂の、はい、樹脂サシの話しかもちろんしませんという大前提でいきます。はいはい、もう地味なやつね。三強さんね、の、これはね、はい、ちょうどほら三強さんのね、うん、あの模型なわけですよ。本当ですね、はい、で今やっぱり北海道の窓事情としては、うんうん、ガラスがこれねちょっと見づらいですかね、これね、ガラスがこう3枚、1、2、3枚ね、3層になってる。はいはいはい、なってますね。トリプルサッシュというのがね、トリプルサッシュっていうのがね、ね、まあ、ありますから。建物の中で一番断熱性能低いのって窓なんですよ。もうそうですよね、結局はね、うん、窓なんですよ、うん、やっぱりね、窓大事にしていこう、うんうん、揉めます。そうですよね、ね、で、とはいえですよ、やっぱまだね、トリプルサッシちょっとお高いなっていう気持ちも、まあ、多少あるので、どういうふうにこう使ったらいいかっていうのはまた後編で話しますね。すみません、トリプルサッシっていうのは基本的には、はい、今トリプルサッシがメインなんですね、ほぼほぼ北海道。まだメインとは言い切れないんですね、これがね。ダブルの方が、そうですね、まだやっぱりペアの方が多分多いんじゃないですかね、きっと。まだトリプルはこう浸透しきれてないぞと。できればトリプルにしたい。でもちょっとこうっていう、今、まあまあまあ、今こうスタンダードになる手前ぐらいじゃないですか。なるほどですね、うん、はい、ということで、まあ、三強さんですね、はい、紹介でした。ダメ？ダメ？いやいや、いいですよ。ないのよ、大して話すことが、察しって。結局、三強アルミって、ほら、三強アルミっていうぐらいなんで、基本これはビルとかね、うん、そっちが結構ねメインだったりします。なるほど、ね、で三強アルミさんと立山サッシっていうね、うん、あ、はいはい、あのところがこうなんか くっついて三強立山とかって言ってますけど、はいはい、まあまあまあ、うん、あります、はい、以上。次ね、 YKK ね、はいはい、YKK さんね、はいはい、YKKAP ね、はいはいはい、よくこれ聞くじゃないですか、聞きます。日だまりでね、こう猫がこう寝てるっていうやつね、うんうん、そういう CM、うん、はいはいはい、あると思います。で、YKK ってほらもう一個あるじゃないですかね、え、あのそうそうそうね、そう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 これね、出てこなかったけどさ、ね、これちなみにあの、はい、僕のね、はい、作業服のこれね、はい、ジッパーもね YKK ですから、はい、世界トップのねジッパーメーカー、どっちが先だったの？あ、もちろんジッパーですよ。ジッパーさん、うん、あ、吉田工業ね。え、もともと？そうそうそう、だから YKK、吉田工業株式会社。あ、なるほどね。あ、そうか、もうこれにあたってちょっと調べましたからね。あ、すごいすごい、調べましたからね。あ、そういう意味だったの YKK って。そう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 、だから YKK だったの最近ですよ。あ、そう、まだ30年ぐらいじゃないですか、その時は。その前は、でも吉田工業株式会社ですよ。吉田工業株式会社ですよ。あざす。あ、ちなみにこの AP はね、アーキーなんちゃらかんちゃらです、う
それ後付けもしかして AP はあのなんだろうそのアーキテックなんちゃらでその建設資材みたいな意味で逆なのね、そのファスナー事業と、うんうんうん、こっちの AP 事業と別ですよっていうふうになってるらしいですよ。すごいですよ、ところこれあのね、あの僕メーカーの人に聞いたことあるんですよ、うん、あのまあ、もちろん僕が知ってるのは YKK AP の方だったんですけど、はいはい、そう YKK さんって、うん、あのファスナーやってますよねっつって、やってるねって、いやそうなんだよっつって、あのファスナーからしたら AP はカスだっつってましたね。いや言ってました、言うよね、あそうそうそう、あのファスナーってあれすごいあの世界を網羅してるわけじゃないですか、うんうん、で世界各地にこう工場があって、でもうね、一流ブランド、アパレルブランドといろいろやってるわけですから、なんかね、少なくともトライリンガル、なんかもう、日本語どうでもいいと、うん、英語、フランス語がなんか必修みたいな、うん、みたいなことを言ってました。日本語はどうでもいいと、日本語別にどうでもいいと、まあ、もちろんその、まあ、スタンダードの英語と。でほらやっぱファッションといえばフランスじゃないですか、ははははフランス語もしくはイタリア語みたいな感じなんじゃないですかね。それは喋れないと、ファスナーには入れさせてくれないっていう話らしいですよ。あそう必須なんだそれが。で聞きました。で年収とかも、多分もう話じゃないってだその30代とかでも、まあ、倍ぐらい、まあまあ違いますわね、それはね。だって日本語しか喋れねえやつらと、日本語って最近喋ったかなっていうやつとね、同じ年収なわけないじゃないですか、うん、俺来週からさパリってやつと、俺今週アナウンスを札幌市長ですよって言ってるやつと違うわけですよ、うん、でその人は、まあ、自虐なのかわかんないですけどそうやって言ってましたっていう YKK さんね、はい、うん、このね、うん、APW430 とかなんかこうやって書いてあるんですけど、うんうん、僕のイメージですよ、ね、設計屋さんとか好き。あ、そう、うん、なんでかしら、なんでなんだろうね、なんかね、好きなんですよ。で、一時期ね、僕からするとですよ、 YKK の冊子って迷走してた時期があって丸い窓とかね、なんか三角の窓とかね、かつその樹脂、この窓の周りのこのサッシのカラーも赤とか黄色、緑とか、あすげえカラフルなのを取り揃えてたんですよ。 YKK すげえなー、でもこれ選ぶやついいのかなと思ってたんですけど、やっぱ女ね、5年しないぐらいでやめましたっつって、緑やめましたとか黄色やめました、色飛ぶんすね、あれね。なるほどね。結局ね、うん、黄色なんて多分すぐ白ですよ、あれ。まあ、うん、ね、YKK さんね、まあ、設計屋さんが好む、なんかね、設計さん好む、オスオス、オスオス、なんかね、ほら断熱性能がとかね、メルケーメルワディスニーとかってそう、メルワディスニーっていうやつに限って、大体 YKK を押すイメージね、イメージはいはい、はいで、まあ、うん、言ったらですね、この三橋さんね、うんうん、押す人あんまりないんですよ、あんまり見たことない。あ、そう、やっぱ地味だからね。あです。で、その窓の性能的には、はい、あんまり変わんないっす。若干、YKの方がちょっと上のかな、うん、っていうところですね。はい、で、次はやっぱこの O ですよ。